すごいお腹のおっさんです。はい、本日ですね、検証生活というか検証ですね、浦和、埼玉県の浦和競馬場の、プレゼント企画に応募したら本日封筒が1枚届きました。さあ、ここはね、住所なんで外させていただきましたけど、中身をね、ちょっと開封したいと思います。それでは開けてみます。ちゃんと書いてありますよ。埼玉県、埼玉市南区って書いてますね。埼玉県浦和競馬組合。さあ、中開けてみます。さあ、何でしょう。さあ、どうでしょうか。じゃ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 ーん、何かありますね。何でしょう、これ。はい、地方競馬公式インターネットスパッド4ですね。スパッド4ですね、これね。はい、これは地方競馬ですね。地方競馬のあれですね、携帯で応募、馬券を買えるというやつで、またなんか当たりました。嬉しいですね。ちょっと開封してみます。さあ、なんだろう。マスクですね。マスクはマスクなんだけど、これはあの競馬の馬の上に乗るジョッキーさんですね。ジョッキーさんの、これはあれですね、服ですね、これね。はい、これの、勝負服、勝負服の柄をしたマスクということで、これですね。はい、それで、あとはなんか普通のマスク、親切に普通のマスクも入ってますね、これね。なんだろうな、これはね。あ、マスク一応入ってますね、これね。嬉しいですね、こういうマスクか。はい、じゃあこれをちょっと開けてみたいと思います。さあ、あ、はい、では、はい、こんな柄のマスクです。で、浦和、これ浦和のマークですね。で、浦和競馬、直屋、橋本、あ、橋本直也です。あれですね、ジョッキーですね、これですね。そしてもう一枚、はい、同じく浦和のマーク、浦和競馬。そして吉見中島って書いてありますね。はい、これは女性のジョッキーですね。中島さんの、中島吉見さんでジョッキー、活躍してますね、結構ね。はい、2枚いただきました。はい、これを応募したら当たりました。パチ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 。まあ、検証生活というか応募したら当たったっていう、こういう紹介動画です。はい、どうも皆様失礼します。